はい、皆さんこんにちは。今回も OHOL やっていきたいと思います。今回はね、週末イベントということでね、ビーストマスターといったものがね行われております。これはなんかクマの上に乗れるらしくてね、ちょっと面白めな感じのイベントらしいんでね、じゃあ入ってみます。スタート。生まれようとしています。ママクマモンちゃんの子供ですね。お母さん、普通にお母さんってことはそんなに続いてない感じなのかな。ローラですね、私はね。あ、脳みそ出てるとかいっぱいいる。お願いします。おっと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 、どこに行けばいいかな。まあ、とりあえずね、3歳ぐらいになるまではね、多分何もやることないと思うのでね、ちょっと待ちますかね。めちゃくちゃなんか人いっぱいいる気がする。すごいいるぞ、人。ちなみに今はね、日曜日の13時ですね。真っ昼間なんだけどね。たくさんいるね、人ね。つかめちゃくちゃみんな脳みそ出てんな。この人は死んでんのかな。リセマラしないクマッコカワユースさんは29歳。リセマラしてそうだな。名前負けっていうかわかんないけども、その名前の割にはリセマラしてそう、この人。死んだ。あ、上の子と同じ顔だ。鏡。わあ、なんか乗せられた。脳みそ出たんだけど、私の頭に。ファッと乗せられた、ファッと。他人から脳みそ出されたの初めてだわ。ちなみにね、子供の時にこうやって脳みそ乗せられた時でも、こうやって取り出すことできます。取り出してね、相手に乗せることもできん。相手に乗せることはできないですね。ちょっと被っとくか。よいしょ。なんかチキンをね、この頭に乗せるっていうのはなんか海外の風習的なものが合うだとかないだとか、そういう話を聞いたんでね。よし、じゃあそろそろ行きますかね。ありがとう。クマいるかな、クマ。あ、クマいた。死んどるわ、クマ。あれ、ここでなんかそういう市場会をする的な、そういう感じではないのか。どうしよう、すぐさま行っちゃおうかな。せっかく羊肉1個あるからここにね、この羊肉もらってって、1個もらって行きますかね。クマにね、この羊肉を与えると上に乗ることができる的な、そういった感じのねイベントです、今回ね。問題はご飯が果たしてあるかどうか。ちょっと怖いな。近くにご飯なさそうな感じ。プンプカプンプカするけども。よいしょ。村によっては熊の市場ができる場所が置いてあって、そこでね、怖い人は先に練習してから的な、そんな感じのこともできるんだけどね。今回の村なかったからね。なんだこれ。ヒューチージアズジーが置いてある。なぜだ。あ、なんか言ってるぞ。もう一頭って言ってる。どうしたどうした。おー、熊乗ってる乗ってる。おー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 。そう、あんな感じでね、乗ることができるんだよね。ちょ、私も乗りたい。もう一頭見てないよって言ったってことは、こっちの方に熊いないってことかな、つまりは。あ、いる。あ、いない。やばい、これ、クマを探すの一苦労かもしれない。これ今、この状態で、蚊がいたら死んでしまうから、ちょっと気をつけんとかね。もう、すぐには、多めに食べよう。さあ、結構動いてきたか、これ、そうそう、いても、おかしくないんじゃないか、ということで。あ、いるいるいる。オッケーオッケーオッケー。さあ、食べろ。食べなさい。さあ、これ食べて。そう、それを食べ。これ持って、一回持って帰ろう。これ持って、こっち行って、ご飯。ご飯がないと死んでしまうから、私、ご飯がある場所に行きたい。あれ、ちょまま。あ、やばい、ご飯がねえぞ。クマがいることは分かったけど、ご飯が、あ、ここにある。蚊がいる。蚊がいる、怖い。よいしょ。とりあえずこれ食べて、よし、こんぐらいあれば大丈夫。蚊はいないよね、大丈夫だね。で、クマがどこ行った？クマ、あ、びっくりした。クマどこ行った？クマや？あ、いた。クマがいた。で、ここに置く。よいしょ。で、これ食べる。で、食べる。食べない。食べて、これ食べて、これ食べて、これ。これは食べるんだ。これを食べる。ああ、難しいね、結構食べさせるのね。どうやってやればいいんだろう。あ、岩のところに置こう、岩のところ。よいしょ。ここに置いて、ここに移動しよう。これで大丈夫なはず。さあ、食べろ。おや？おやおやおや？食べないね。つまり、ここに置けってことか？おっと。ちょ、待ってみ。よいしょ。ここ置いて、違うんだな。こっち一回行って、こっち一回行って、これで下行く。下行っちゃダメだな。次下行った時のタイミングで上に置こう。ここでここ置いて、こう。これで行けるっしょ。あ、よし、食べた。で、こう、わ、乗れたーよし、じゃあせっかくだから、牛じゃなくて、羊、ドーンとこれ、羊これ取って、怖いな、これ、いけるかな。この上にね、羊をね、乗せるにはどうやってやるんだろう。あ、乗せたー、すごい。おー、すげー。こんな感じでね、羊をね、回収して、こっちの方やったりとかできるんだけども、ちょっと待って。私のご飯がねえぞ。ちょ、遅いぞ。ご飯を探せの巻。これ、嗅いでも大丈夫かな。あ、バナナがある。あ、待って、これ、降りて、食べて、乗る。よし。で、これを回収して、よし。これ、ナイフがないといかんではね、もう言うてね。ナイフがないと、これ、捌くことができないもんでね。これ、蛇とかどうなんだろう、蛇とか。
お、ヘビ大丈夫、ヘビ壊せる。あ、別にヘビ壊せるとかないんだ。なるほどね。馬は馬、馬でも倒すべ的なそんなないもんね。狼とか倒せんのかな。そう、いろいろ言ってみよう。で、なんかね、噂によると降りてから5秒経つと野生に戻るっていう話もあるんだけど、噂によると降りた時にランダムで野生に戻っちゃう的な、そういう話も聞くんだよね。ちょ、どっちが本当かわかんないんだけども、ちょ、怖いな。どうしよう、魚問いたいな。まあだから死んじゃうかもしれません的な話を先に言っておこう。ウサギ取れかな、ウサギ。さすがにウサギ取れないかな。あ、ウサギ取れないね。いや、すげえ。頭にチキン乗せて、クマに乗って、クマの上に羊が乗っているというね。あ、あったあった。よし、どうぞ魚。よいしょ。あれ、よいしょ。これ羊が乗ってるとダメなのかな。よいしょ。魚を取る。おー、取ったー。魚取った。かわいいじゃん。ちょっとこれで、これ乗せて、これ加えられないんだ。なるほどね。これでこれ加えられる。あ、加えられないんだ。もじゃあもう一回取ろう。もう一回魚を取ったー。でもこれ焼かなきゃ意味ないからね。で、そろそろ体力がなくなってしまう私のご飯が食べたい。よし、じゃあね、5秒以内、ほい、食べて、よしよし、オッケーオッケーオッケー、いけるいける。大丈夫そうだな。ランダムじゃないかもしれない。ああれ。はい、ということでね、今回はちょっと作戦を考えてきました。まずね、リュックを背負ってきて、ナイフを1個ね、作ってね、持ってきました。これで、ね、羊を倒しておいて、クマから降りた時は羊をね、こう、さばいて、肉が取れる状態で降りる的な、そんな感じでちょっとやってみようかなと思います。ってことで、まずは、クマ。クマはこれで、肉を食べさせます。肉を食べなさい。肉を食べ、またこれ食べない感じか、この流れは。こっち行って、これで肉を食べさせる。食べなーい。肉、これ食べるタイミングと食べないタイミング分かりにくいね。これどうしたら食べやすいんだろうね。ちょ、これ一回回収して、ちょ、こっち行くか。石の上が結構やりやすいと思うから、この辺行くか。さあ、来い、食べろ。あ、OK、食べた。で、これ乗って、こう乗るよね。で、乗って、で、降りる時に石の上に降りる的な感じのことすればいいのかな。あ、これ倒せるかな、これ。狼倒せる？よいしょ。狼、なんで降りたの？ちょっと。クマは分からん。ちょ、なんか、託児所にクマが入ってきたんだけど。やばい。クマ山賊が来たんだけど、にって言って、え、ちょ、大丈夫これ。そこで降りない。大丈夫。ご飯食べさせてあげて。抱っこじゃできないもんね。え、そこで死んだらやばい気がす。おー、危ない、今の。あの子危ないよ。3歳ぐらいでも乗れるんだね。金太郎だ。あ、金太郎っぽくできるんだね。北風、小僧の金太郎って、私名前ついてないんだけど、名前欲しいな。名前ください。さあ、これ金太郎って名前になると思う、多分今回。あなたは銀太郎。これ夏さんじゃないよね。夏さんか、これもしかして。アルカゾルディック。この流れで銀太郎なのは夏さんとしか考えられないんだけど。夏さんだったわ。双葉族じゃん、これよく見たら。銀太郎だって、あらあら、すごいとこ来たね。もう3歳から多分クマに乗れるんだよね。夏さんどこに行った？夏さんだよね。クマんとこ連れてって、クマんとこ。うわ、やば。これはすごいね。この中に羊肉を入れて、自由に乗ってくださいねってなってんだ。なるほど。え、ちょっと羊肉欲しい。夏さん、羊肉のとこ連れてって。あ、生まれた。大丈夫だよ。じゃあ、自分で行くわ。羊肉あるかな？あ、ここにある1個。羊肉、やった。よし、じゃあ、せっかくだから、じゃあ私4歳だけどね、乗ってみよう。これさ、難しくね？ひょっとしてだけど。もしかしてだけど、これ、置くの、難しいんじゃないの？置いて、食べた、乗る。おー、乗れる。すげー。まだ4歳だけど乗れる。見てこれ、すごいっしょ。ほら。でもね、これね、多分きっと危ないと思うから、ここで降りれないよね。待って、これ死んでしまわない？もうやだ。クマに食べられて、かつ、クマに食べられる男。クマがいる。危ないよね、これね。結構危ない感じがあるね、これね。奥の方に持っていきたい気持ちもあるけども、クマに乗るのはどうすればいいのって言うのかな、これ多分。あ、教えてくれてんのか、これ単純に。どいてって言われてる。せやで。おぉ、ちょい。ポンポンポン。ちょ、これ、大丈夫かな？あやー。降りた瞬間死んじゃうんだけど。さあ、今回はどんなとこかな？また別のとこに参りましたね。お母ちゃん、七子。みんな七子なんだけど。七子族に生まれてきた七子の熊扱いマスターたち。あなたはヤルオです。名前ついてって。名前のヒントに一文字くれ。ウォとかどうですか？ウォ。かなり難しいと思うけど、ウォとかどうですか？ウォ。さあ、どうなる？あなたは、ウォマール。
オマールエビ的な感じ。オマール可愛い名前ですね。さあ今回こそはクマをうまく扱っていきたいんだが、今回はクマいるかな、どうかな。さあまた名前のヒントに1文字くれって言ってるね。ルルだとしたらまたその子名前オマールになっちゃう。大丈夫かな。ルマボになっちゃうかな。ルマボルーク。あ、なるほどね。ルは意外といける感じか。下にクマがいる的な話してるんだけども、私クマ乗りたいな。あ、なんか髪持ってきた。どうした、見ないんかーい。何この髪、めっちゃ気になるんだけど。何も書いてないんか。あー、大丈夫か。病院なさそうだね。こっちか、病院。あ、あるある病院。よいしょ、おい、おい、よいしょ。違う、これじゃない。おいて。おー、ナイスです。よかったよかった。危なかった。あ、死んじゃった、さっきの子。え、死んでないよね、多分。大丈夫か、ちょっと多分大丈夫だと信じたい。おー、肉がたくさんある。ガンもたくさんいる、これ。めちゃくちゃたくさんいるね。で、肉がここに1個ある。下にクマはいるって言ったけど、どうなったんだ？下クマ、下クマ。めちゃくちゃ長い道がこれ続いていて、その先には何もいなかった。マジか。クマのね、扱い方がさっぱりわかんないんだよね。降りた時にダメージ絶対食らっちゃう的な感じだとしたら、もう乗った時点から降りてはいけない的な、そんな感じになっちゃうのかね。どうすればいいのかがさっぱりわからんちなんだけど。うわー、びっくりした、クマがいた。このクマチンはどうやってやるんだい。もうちょっと広ければよかったけどもね。難しいね、これ。肉を置くの、もう一回チャレンジしてみようかな。私どうしよう。でもクマ多分扱う時に年齢がね低すぎた的な感じあるかもしれないね。もうちょっと年齢を高くして、てかこれすぐ横にこれがあるんだ。なるほどね。病院のものは治療。全部読めなかった。なんか出てきたんだが、大丈夫か。何が起きた、何が起きた、なんでこれ出てきた、なんで出てきたんだ。取れてる、取れとる。肉持ってくるか、ちょっと。あ、持ってく感じかな。これが取れちゃったのかな。私持てないのか、まだ。あー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 あ、食いある、食い、食いね。でも馬めちゃくちゃあるじゃん。なんだこの馬。クマどこ行った、クマ。あ、いた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 。危ない危ない。このおじさんがちょっと場所がいかんな。おじさんもちょっと上いかんといかん。お、ナイスナイス。乗れ。よし、ナイス。さあ、うまくいきましたね、これでね。じゃあ、ここ。いただき。お、いったいった。どうすんだい？なんかめっちゃばらまいた。飯、ください。よいしょ。あげられたかな？大丈夫かな？ありがとう。よかったよかったよかった。こんな感じでね、乗ってる人はもうずーっと乗り続けて、ご飯をね、あげる的な感じのことをしないといけない的なことあるんだよね。こう壊れてるから、よいしょ。こうして、あ、オッケーオッケーオッケー、大丈夫だね。さあ、これでオッケーだけども、果たして降りれるかどうかだよね。どうやって降りるんだ、あの子は。降りるで。その場で降りれんのかな。降りれないんだよね、その場で。その場で降りないんだよね。だもんで、食らった時のために、病院の方に待機しとかんとかんだよね、多分ね。あ、なるほど、そこで降りれんのか、なるほどね。ここのアイテムの上に乗って、下の方に降りる的な感じ。あ。よいしょ。で、よいしょ、多分大丈夫。ブギャー。大丈夫だね。あ、おー、なるほど、なるほど。追い方ちょっと分かったかな、今。もう一回食らった、今。もしかして。上行こう。多分ないと思う。間に合うかな。よいしょ。いるか大丈夫か、いるか、まだいるか、生きてるか。あ、消えた。ん、この子だから、あ、大丈夫かな、綺麗な髪傷。あー、間に合わなかった。ちょ、私も、おー乗ってた。私も乗って降り方は知りたいんだけどさ、降り方。どこ行った、さっきの子。あ、いた。ダメージを食らわない降り方をやってみたいんだけどさ。じゃあせっかくだから私もやってみるかね、これ。上に行ったタイミングで行った方がいいのかな、どうしようこれ。あ、違う。こっちから乗ればいいんだ、こっちから入って、こうして、で、下に置いて的な感じ。滅菌消えたから、オッケー。よいしょってやって、ミスしたら死ぞって言われた。よいしょ。で、食べて、乗って、で、これこうバン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 バーンとやって、おー、ほん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 、あい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 、いいねいいね。で、降りるときは、ここから、こう、あ、できた。なるほどね、そういうことね。降り方がわかったー。よかった。その代わり、オチがなくなった。ちゃんちゃん。